2019年の日本プロ野球2019年の横浜 DNA ベイスターズ2019年の横浜 DNA ベイスターズでは2019年シーズンについての横浜 DNA ベイスターズの動向についてまとめるこのシーズンの横浜 DNA ベイスターズはアレックス・ラミレス監督の4年目のシーズンである1月アレックス・ラミレス監督の帰化申請が認められた2月スローガンが ゴービヨンドザリミットに決まる。3月、熊原武人と東北楽天ゴールデンイーグルスの浜谷、広次大との交換トレードが成立した。セパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙就は、球団職員または、スポーツ関係。 芸能関係の職業に転身した場合等、挙集が公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙集不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。 色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手ありがとうございます